美味しい。あ、そしてドライトマト本当にいい仕事しますね、これ。甘みと酸味本当に美味しい。こんにちは、青池です。本日はツナとトウモロコシの炊き込みご飯作ります。あ、いいですね。まおちゃんの炊き込みご飯は外れなし。美味しいってね、皆さんからお声いただいてますからね。はい、はい、でもう夏の食材が出てきましたね。いよいよね、もうトウモロコシちょっとずつ出回っております。もうこの時期にお伝えしたら、はい、もうこの夏何度も作れますからね。8月ぐらいまではね、作れますしね。いや、これまで子供大好きじゃん、はい。トウモロコシ美味しいよね。大好き、俺も大好き。で、我々のこのサポリのさんがこうもうようやくね、皆さんにお届けできるようになりましたから、これダブルでね、食べていただければもう、いや、もう最高でしょ。この夏本当何回でもできます、本当にね。はい、はい、まず、あ、なんとなく皆さんもレシピ分かってるんで、もう大丈夫です。そうですね、もう確かに今日大丈夫ですね。もう過去の動画で大体分かります。あ、まあそういうことねって思ってるだけで、でもいろいろ初めて見る方もいらっしゃるんで、やらせて。買ってきたし、やらせて。そうですね。山梨のトウモロコシ、そしてサポーリのツナ、ローリエ、ニンニク、バター、お米、塩、コショウ、オリーブオイル、ドライトマトです。このチャンネルでは家庭で簡単にできるイタリア風レシピをご紹介しております。毎日動画を公開しておりますので、日々の皆さんの献立作りにもお役に立てると思います。ぜひチャンネル登録もお願いします。はい、それではね、トウモロコシこれサクッと削ぎ落とします。はい、まだフレッシュなやつがない場合は缶詰とかでもいいですし、いいです。あとはなんかパウチされてる、うん、ちょっとスイートコーンみたいなのがあるんで、 あれで全然 OK です。はい、今ね、フレッシュの出てきたんで、旬を味わいたいのでもうフレッシュでいってますけど、はい、ね、綺麗に削ぎ落とします。 OK。 そして今日ポイントですけど、このね、芯の部分味出るんですよ。結構味出るんで、一緒にジャーに入れるんで、パキッと折って、これ捨てないでください。はい、ね、大事です。川原のおばちゃんが、うん、トウモロコシの芯入れるなって炊き込みご飯やってたな、それ。嘘。うちが入れろって言ったら、うん、入れるなっていうサムネが一昨年ぐらいってなんか嘘。なんでだろうね、なんかおそらく理由があると思う、ね、おそらく理由があると、川原のおばちゃんが言うのが、ね、なんか理由があるんでしょうね。サムネだけ入れるなって言って、もしかしたら入ってるかもしれない。なるほどね、そういうパターン。うちもよくやりますからね。はい、失礼なのやらないですよ。安いよくやりますからね。はい、そういうなんかね。続いてニンニクです。ニンニクを一かけ。ニンニクがね、まあ、またいい仕事するんですよね。この香りが一緒に炊くと本当にご飯全体に風味が広がって、ニンニクはね、ぜひ入れてください。これは美味しいです。よいしょ。じゃあニンニクはスライスします。あれ、河原のおばちゃんが8ヶ月前から動画が上がってない。大丈夫かな。え、マジっすか。どうしたんだろう。ちょっと心配になっちゃうね。心配ですね。急に上がんなくなったらちょっと心配だもんね。やっぱり皆さんファンの方も多いでしょうし。はい、そして今日はドライトマトね、これもう刻んでジャーに入れるだけです。戻さずにお出汁出ますんで、はい、コーンとも相性いいし、ツナとも相性いいんですよ。なかったらじゃあミニトマト入れとけばいい。ミニトマトで大丈夫です。ミニトマトを、まあ、10個ぐらい入れていただくといいかなと。ドライトマトね、3枚分約 20g です。軽く刻んでジャーの中に入れます。はい、もう準備完了。もうあと炊いていくだけ。さあ、それではお水、今日は2合のお米です。はい、追加で足される水分は基本的にはもうコーンがちょっと入るぐらいなんで、少し少なめで気持ちいいと思います。ニンニク入ります。はい、でドライトマトも入ります。もうどんどん入れていきます。はい、オリーブオイル大さじ1入ります。お塩小さじ1。さあ、ここで一旦軽くひと混ぜします。ニンニクとお水と、そしてドライトマト、オリーブオイル、お塩、よく合わせます。はい、 OK。 そして先ほど削ぎ落としたコーン、トウモロコシ入ります。たっぷりだね、トマト。いいっすね、1本丸ごと。はい、そしてツナ。いいですね、はい、サポーリのツナ。サポーリのツナが、約1缶分ですね。缶でいうと1缶分 70g。 もうこのオイルも美味しいんでね、オイルが入っても全然構いません。美味しいよね、もう本当にマグロを味わうっていう、そんな感じのツナですよね。さあ、ここにトウモロコシの芯の部分もちょっと乗せて、ローリエ1枚、
もう準備完了です。はい。じゃあ炊いていきます。それでは蓋をして炊飯スタート。はい。それでは1時間後にいただきましょう。ご飯炊き上がりました。では開けます。ドーン。いい香りですね。ではもうね、取り分けて、今日はバターがあるので、バター乗せて。あ、なるほど。はい、胡椒振っていただきます。はい、それでは芯を取り出して、ご飯混ぜたいと思います。あとね、ローリエも忘れずにね、はい、一回このタイミングで取ると。ローリエね。はい。さあ、混ぜます。うん。いい香りするでしょ。いい香りするね。いやー、コーンのね、このやっぱ炊いた香りって最高だよね。あとドライトマトが多分きっといい出汁出てるんでしょうね。いいお味してます。うん、俺はでもお子さん大喜び、ツナとコーンね。うわー、もうパラパラじゃん。すごい香りが、もうツナコーンの香りがすごいよ。うん、うん、いい香り、すげーうまそうだな。はい、では仕上げです。仕上げはブラックペッパーひいたら完成でございます。青木さん素敵。いや、これ素敵って言われるよね。本当素敵って言われる、あのご飯だと思う。そうですね。はい、はい、完成です。はい、はい、じゃあいただきます。はい、どうぞ召し上がってください。うん、美味しい。なんだ、何が一番美味しいんだこれ。うん、本当に美味しい。あ、そしてドライトマト本当にいい仕事しますねこれ。甘みと酸味いいっすねこれ。何が口の中入るかで全然味わい違う、ね、コーンが入るとこプチってね、みずみずしいのがはじけるし、ツナが入ると結構塊で残ってるから、いや、ほんとね、肉肉しい感じのツナだよねこれね。またご飯なのにさ、ワインと合うのよこれ。ほんとよ、さすがイタリアンのオーナーやってるだけあっちゃ、あんた作る炊き込みご飯ワインに合うもん。うん、ありがとうありがとう最後までご視聴いただきありがとうございました。公式 LINE に友達追加していただくとレシピ本をプレゼントしております。詳しくは概要欄に記載しておりますので友達追加お願いします。お願いします。さあ、今日の炊き込みご飯に合わせる場合のポイントで言うとどんなとこですか。はい、今日はですね、ちょっとトウモロコシほのかに甘みを感じますよね。なので少しすっきりした味わいの中にも甘みのある味わいのゲビルストラミネールをご用意しました。あの、ドイツ系のブドウですね。アルザスとかドイツで作ってるブドウですけど、ほのかに甘いんです。ライチ系のちょっとこうね、甘い香りがするのが特徴で、基本的にはすっきりドライなんですけど、この甘みがね、このトウモロコシがふわっと漂う甘みの中にこのゲビルツの甘みが入ってくると見事にマッチします。試しとけばよかった。なんで試さないの今日平日だから